山裾に流れる一本の水路。およそ400年ほど前の江戸時代に築かれ、田畑を潤す大切な農業用水路として、その歴史を今に伝えています。庄内平野、南北およそ100キロメートル、東西およそ40キロメートルのなだらかな地形の中、豊かな水田地帯が広がっています。日本でも特に美味しい米が取れる地域として全国に知られています。平野の東にあるのが立川地区。ここに清川があります。月山から流れる立谷沢川と最上川との合流地点にある清川は風の通り道。月山から吹き下ろす風と最上川を通る風がここで合流し、強風となるため昔から農民を悩ませてきた地域です。およそ400年ほど前の江戸時代、この地域に刈川城という城があり、山形藩主最上義昭の家臣である北舘大学利長が城主としてこの地域を管理していました。当時この辺りは見渡す限りの荒れ地帯。利長は貧しい農民の生活を見て、なんとか稲作ができる土地にしたいと思いました。この地域には最上川と経田川の二つの川が流れていますが、どちらも水を引いて耕したいところよりも低いところを流れています。そこで利長はさらに上流にある立谷沢川から水を引くことを思いつきました。しかし山の向こうにある立谷沢川から水を引くことは、当時の技術ではとても難しいことでした。いろいろ考えた末、利長は山際の崖を迂回する形で水路を通すことが一番良いと確信しました。工事には6000人余りの人足が動員され、山の腰を切り開き、土砂をかき出しては石を積み、懸命な作業が続きました。開削にあたって、これまた非常にこう難しい工事だったということで、山の土砂崩れがあったりして16人が犠牲になったり、あるいはその山のところまで、水がどんどん最上川の激流が当たっておったということでありますので、石台を築くのは大変だったと聞いております。でそこで、北舘公は自分の大切な蔵をそこに投げて、そしてその水を沈めようとしたと。それでそこは青蔵の瀬とよく言われて、今でも石碑が立っております。大関の完成によって新たに作られた水田はおよそ5000ヘクタール。この水田開拓により88の新しい村ができたと言われています。立川の荒れ地を希望の地に変えた大関、その恩恵は計り知ることができません。ここで始まった米作りは日本の米作りに大きな影響をもたらしています。大関は明治18年に北舘大関と名を改め、改修を繰り返し、昭和23年には立谷沢川から水を引く北舘頭首工が完成しました。その後、近代的なシステムを備えた新しい頭首工として平成5年に生まれ変わりました。昔はその水の一滴が地の一滴と言われるぐらい
あの水が大切であったと、それをこうずっと守って400年今まで続いているわけでありますけれども、そういう先人たちの苦労、それを忘れずに、そしてこの立派なこう地域資源、あるいはその水資源でありますこの用水路を自分たちの子や孫に残していくと、これが我々の責務ではないかなと今思っているところです。400年の時を超え脈々と流れる堰の水、先人たちの水への思い、心意気が今に伝えられ、豊かな自然環境や美しい田園風景を作り上げてきました。このかけがえのない水を守り伝えていくことは、今に生きる私たちの使命なのかもしれません。小田君の力を